バンテアイスレイはカンボジアにあるアンコール遺跡の一つでヒンドゥー教の人遺跡アンコールワットの北東部に位置する。カンゴ南東よりバンテアイは鳥でスレイは女で女の鳥でを意味する。大部分が赤い砂岩により建造されている。規模こそ小さいが成功で深く彫られた美しい彫刻が全面に施されている。こうしたことから 観光客には大変な人気があり、アンコール美術の手法などと称賛されている。中でもデバターの彫像は、東洋のモナリザとも呼ばれている。967年、ラージェンドラバルマン王が臨席する下で、着工式が行われ、息子のジャヤーバルマン五世の代に完成する。今流は、近くの土地を漁師王子を務めていたヤジュニャブラー派が、言った。 アンコール朝の衰退に伴い忘れ去られていたが、1914年に再発見される。1923年には、フランス人のアンドレ・マルローが、デバター像を盗み出して逮捕され、注目を集めた。マルローは後に、この体験をもとに、小説、王道を記している。現在は、カンボジアの安定に伴い、多くの観光客が訪れている。 第二周壁の東門林画の並んだ参道寺院は、ラテライトと赤い砂岩で築かれており、東を正面としている。外周壁の東門をくぐり75メートルの参道を進むと、第一周壁とその東門に着く。周壁はラテライトで築かれ、南北94メートル東西109メートル、あり堀を囲んでいる。東門をくぐり土を持った橋を渡ると、 第二周壁とその東門があり、正面に祠が見え始める。東門をくぐると、次は左右にリンガが並んだ山道を進み、第三周壁の東門に入ると、中には刻まれた碑文が見られる。それを抜けると、中央指導の前室に至る。ここまでの東門は、中央に近づくほどに、間口と高さを狭めており、遠近により狭い寺院を広く見せている。 平面図前室の左右には、胸像があり、それぞれ東側の儀と西側の入り口を持ち、三重の破風で飾られている。破風には、ヒンドゥー教の神話が、精密かつ立体的に彫られており、南郷像の破風では、下段に世界を揺らす悪魔と逃げ惑う動物が、上段に神とその妻が彫られている。中央指導と、前室でバター増人中央の南北に三つ並んだ。 指導と前室は、定時型の元壇上に築かれており、元壇上へ登るには、前室の三方と、南北指導の正面に加え、中央指導の背面に階段がある。指導は、全面が彫刻で飾られており、中央の指導には、門栄紙のドバラパーラが、南北の指導には、東洋のモナリザと評されるデバターの像が柔らかな、曲線で彫られ、美しい姿を見せている。 バンテアイスレー、ありがとうございます。